群馬県助産師会では10人のメンバーが中心となり、主に群馬県の小中学校に出向き、子どもと保護者、教職員を対象に命の大切さを伝える出前講座を行っています。講座は命のかけがえのなさ、大切さ、素晴らしさを伝え、子どもたちの自尊感情、自己肯定感を培うことを目的としています。助産師会会長の鈴木聖子さんは、子どもたちのために命の現場にいる助産師として何かできないかと考え、この講座を企画しました。私たちが命の大切さを伝える出前の講座、これは主に群馬県内の小学校、そして中学、高校、出向いています。そしてそれに対する重症ということだったんですけども、当時10年前から比べますと、現在はさらにより多くの子どもたちや親御さんたちに、助産師としての専門性を生かした命の大切さの講座を届けています。で、実際現在では1年間で群馬県内の小学校だけですと約3分の1以上の学校に毎年出向いていっているわけですけども、約2万人の子どもたちと大人たちに出前講座を実施しています。本当に財団で実施をした時というのは、私たちが長く培ってきたこの事業がこうした形で評価されたんだなっていう一つの区切りとして、非常に嬉しく思ったのを今でも鮮明に記憶しています。子どもたち、そして大人たちに伝えたいことなんですけども、まず助産師として新しい命の誕生の現場にいます。ですから、生まれてきてよかったな、生まれてくることのすごさ、そしてその素晴らしさについて子どもたちに伝えているわけですが、生まれてくることができたってことは当たり前じゃない、これはすごいことなんだ、自分に自信持っていいんだよという自己肯定感、自尊感情を育むということをまず第一に考えています。オババト隊は2005年に下川邦子さんが結成した地域の女性によるパトロール隊です。子どもが巻き込まれる事件の増加に、下川さんが今私たちがやらなければ誰がやると地域に呼びかけ、43名からスタート。現在では平均年齢は70歳を超える女性およそ130名が隊員として参加しています。オバパト隊の活動は、子どもを育てるための安心安全な環境を作り、次世代に引き継ぐこと、食育を通して子どもや高齢者の心と体を元気にすること、地域のつながりが希薄化した現代に、向こう三軒両隣の豊かな心を目指し、見守りパトロールをはじめとしたさまざまな活動を展開しています。やっぱり自分たちの、やっぱり地域は自分たちで守るということも、これはおばばとも一緒ですもんね。自分たちの地域は自分たちで守る、それから始まったのがおばば隊であり、僕は教会というような感じで、はい、もう素晴らしくて。登下校中にですね、ちょっと不審者が出たりとか、ちょっとした事件があったりして、私たちも心配なところがあるところにですね、毎日こうして見守ってもらっているのは大変ありがたいです。毎日毎日がですね、体のリズムがもうそれに順応してしまってるんですよ。だからパトロールしたり
活動したりしないと寂しくて、だからもうこれが自然になってますね。もう笑顔がもう何より、今日もみんなタッチして帰りましたね。もうあの笑顔っていうのがもう本当宝物だと思ってます。もう地域の協力っていうのがすごいですね。もう尾上っていうところはまた学校も地域も各種団体ももう本当にその方たちに守られてですね、オバパトができてると思ってます。1、2、3、頑張ろう。石暮の里コミュニティとは、石暮小学校を拠点に地域全体で子どもを守り育てる活動を展開しているボランティア組織です。活動のルーツは石暮小学校の校舎建て替えに伴い、2001年に学校関係者、行政、設計者、地域の人たちを集め発足した建設委員会です。建設委員会会議や公開ワークショップを重ねる中で、学校支援、子どもの健全育成、地域の絆づくりへ目的が広がり、組織化へと発展しました。まず学校というとやっぱり敷居が高いっていうことは地域の方にとってはね、しかしこの学校は本当に学校の敷居がとても低くて、常に地域の方と語り合える、話せる、情報をいただける、そんなところがまあ一番大きな違いではないかなと思います。子どもは地域の宝であり、地域と学校が力を合わせて子どもを育てる交流共同による学校づくり、人づくり、里づくりを活動理念とし、学校、家庭、地域が一体となり、企業や団体と連携しながら、さまざまな取り組みを企画・運営しています。子どもさんとね、触れ合うことでね、ものすごいね、パワーをもらえるんですよ。で、それとね、子どもの感性ってね、真っ白でね、大人みたいな、ないでしょ、癖がなくて。だから私は逆にね、全部元気をもらって、いろんなパワーをもらって、そしていろんな感性ももらって、ものすごい得してるんですよ。もともと学校、小学校というのは地域、オラたちのものだったんですが、それがいつの間にかこう敷居が高くなって、なかなか学校寄りつきにくいねという感じで、その辺をこう今敷居を下げる、一生懸命下げようとしています。そのあたりが一つの地域の運動かなと、そのように思います。そうですね、まだまだ地域の人と子どもがなかなかこう交流できるというのは少ないものですから、その辺を学校って結構忙しいですから、その合間を縫って地域の人とどのようにこう関わっていけるかなって、それが一つの課題だと思います。なんかこう勇ましい活動は結構できるんですけども、それを果たして子どもたちのためにこうなってるかなというところを考えますと、その辺が一つのずっと永遠の課題でもあるしと思いますし、まあ、難しいところだと思いますけど、やっぱり地域と子どもを結びつけるというのをもっとやりたいと思います。東中学校と校区を元気にしたいという思いから、地域住民と保護者により設立されたのが東中ファミリーサポーターズです。東中ファミリーサポーターズは、学校の立て直しや学力向上を目指し、東中学校 PTA が連携して土曜日の学習会サタスタ東を始めたのをきっかけに、以
前から行われていた整備活動や新たな活動を集約して組織化されたボランティア組織です。高校生から高齢者まで幅広い年代の地域住民が登録しており、地域、学校、家庭が協力して子育てできる環境づくりを目指し、さまざまな活動を行っています。そのサポートを受け、活動を見てきた生徒たちが地域にお返しがしたいと考えるようになり、自主的に結成したのがボランティア組織東中地域活性隊です。現在、ファミリーサポーターズと地域活性隊が連携しながら、ここでは様々な活動を行っています。仙台市立南吉成中学校では、生徒の復興のために何かしたいという声を実現すること、大震災とその教訓を学ぶこと、自立心、判断力、責任感といった人間を培うことなどを目的として、大震災の復興支援活動や防災教育を行っています。学校も地域も支援する学校地域支援組織チームマイ SP を設立し、地域を巻き込んで活動を展開しています。復興支援活動津波被災農家に弟子入り体験では、被災農家に対して生徒と保護者、教職員が支援活動を行っています。被災農家による講演会を開催し、夏季に除草作業、冬季に収穫作業を実施しています。防災教育、中学生が主導する地域防災訓練は、中学3年生が避難所開設・運営、集団避難誘導などの6活動に分かれて計画・実行しています。避難者役として中1・2年生と小6年生、保護者など地域住民などが参加しています。